強制フォローが突如発生。完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。重視分外に近づかないようお願いいたします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？重視分外、確か他のニュースで。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。ける捜査活動を監督しているヤヌスク治安局長官です。申し訳ございません。フォロー災害の発生により捜査活動に影響が出ております。私から市民の皆様にお伝えしたいことは、現在我々が追跡しているのは前回研究所を襲った主犯関賀組のメンバーで、どれも極めて危険なマスラオ、犯罪者です。特に彼らのリーダーシルバーヘッドミゲルにはくれぐれも気をつけて。いや、俺はニュース記者だ、聞こえるかこの頭。いや、すぐに足取りつかんでからな、こら。そうだ、徹底的に。そんで最後にはさん、まだ状況を報告している最中です。どうか。でも、やがり関賀組の一枚よく聞いとけ。フォローに入ったからセーフだって思ったら大間違いだ。治安局の航空隊がすでに配置についてる。てめえら全員だからな。なあ長官、窓だ。ニコの親分、窓から出られるぜ。でもあの下はフォローで。仕方ない、とにかく外に出られれば。ガラスを割ってくれる？ビリー、楽勝、任せとけ。え、あ、弾かれた。丈夫そうね。あー、もうやっぱそう簡単にはいかないか。この窓は強化した防弾ガラスだ。おめえらの火力じゃ割れねえよ。なんでもやのジャッドや。
なぜ関ヶ組の縄張りで盗みを働く俺の兄弟たちが苦労して、くっ、研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。こっちが悪いみたいに言わないで。お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって急に治安局のために働く。残念だけど私の依頼人は治安局じゃない。まあおっさんには関係ない話だけどね。関係あるに決まってんだろ。おかげで関ヶ組の縄張りに犬を放ったやつを懲らしめなきゃいけなくなったじゃねえか。本当にあれを返す気はねえのか。関ヶ組にとって非常に重要なものなんだ。おめえらの命と引き換えにしてもいいんだぞ。たった3人のために組全体が動くだなんて、これがシルバーヘッドの涙ってやつ。噂よりイカれてるじゃない。お、待った、あれって閃光弾。そう、 GS2 型高ルーメン軍用閃光弾。爆発時の非常に強い明るさが特徴。よかった、起きる時間よビリー。何、頼むから目閉じるなよチーズ。めぐやっぱり抵抗を選ぶのか。これじゃおめえらを皆殺しにするしかなくなったな。勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくて、あっちだよ。長官、こちらフクロウ4、正体不明の発光地点に到着しました。関ヶ組を発見。繰り返します、関ヶ組を発見。指示をお願いします。ボス、治安局の航空隊だ。さっきの閃光弾は攻撃ヘリコプターの注意を引くためだったのか。やっと気づいたの。ほらほら、今度は嘘泣きのおっさんが選ぶ番だよ。このまま私たちとやり合って治安局に捕まるか、それとも撤退してみんな安全に乗り切るか、どっちにする。くそ、ちゃとやめ。虎を制して狼を食らうのがウサギの知恵ってもんよ。悪く思わないでね。お、なに、関ヶ組のを発見した。なに来てんだ長官。最大口径のやつを選べ。やば。あとでクレームを出してやっからな。フォローに入ったことを確認。ひとまず進みましょう。
鉄道、ホーム、電車の車両、古い地下鉄分岐駅か。ならここがクリティホローで間違いないみたいね。よかった、ヘッドホンは無事みたい。録音機能にも異常なし。こちらアンビー・デマラ、何でも屋、ジャト屋の従業員。ある事故により私は現在強制ホローの中にいる。キャロットは所持しておらず、プロ騎士先生の助けもない。フォローで迷う確率は 96.4%。 これからのことを音声で記録していく。これで万が一私が殺されたり、エーテルの侵食によって化け物になったとしても、後世の調査のために証拠を残すことができるだろう。アンビーのフォロー生存記録第1条。周囲の環境は確認できた。私は今クリティホローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。この一帯は地形が複雑だから、慎重に進む方向を決めないと救助される確率が 37.8% 低下する。未だにホロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にホローの危険性を訴えられるはず。専門調査員の素質なくしてホローに入らないように。さもなくば。わあ、アンビーじゃねえか。よかった、お前もきっと無事だって信じ。うわあ、おい、なんでいきなり刀を振り回すんだ。もう少しで切れるとこだったぞ。もう一人知能を持つ個体に遭遇した。私の同僚ビリー・キッドによく似ている。何言ってんだお前、俺だ、俺ビリーだって。昔ある調査員がホローで人を模倣するエーテリアスに遭遇したことがある。調査員が偽の隊員をホローから救出した途端、その化け物は正体を現した。都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にしてエーテリアスをホローに押し戻したおかげで危機を脱することができたの。おいおい、エーテリアスはホローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつ。私その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。質問、一番ディナーに誘いたい人は。あ、ディナー、そりゃあもちろん特撮ヒーロースターライトナイト。待った待った、刀を収めろ、ちゃんと言うから。深夜ドラマオーハニーのヒロインモニカ様。警戒解除。ビリーキッドと疑われる個体は本人であると断定。ビリーキッドと合流したことにより私の生存率は 67.8% に上昇した。無事で何よりよビリー。だから俺だっつってんだろうが。俺たちが落ちてから随分経つ。ニコの親分も外で対処法を考えてるはずだ。でも金を払ってまで助っ人を呼んでくれるか。あの親分だぞ。ニコの逼迫した収支パターンを見ると、あなたが提唱する彼女が助っ人を呼ばないかもしれないという仮説は理にかなっていると思うけど。くそ、そう言われるとね、真面目に心配になってきた。まあとにかくだ、あれこれくだらねえことを考えるより、これからは協力しながらなんとか乗り切ろうぜ。いつも通り前衛を頼む。火力支援は俺に任せろ。ええ。アンビー援護する。アンビー、お前に会えてホッとしたぜ。ええ、私もよ。俺でもクラップ系。スターライト、ここに輝く。
命中。おっと、危ねえ危ねえ。悪いな、個人的な恨みはないんだが、俺らとお前ら化け物は敵対する定めなんだ。痛くねえようにせめて急所を狙ってやるよ。ん？やべえ、弾変えんの忘れてた。待て、ちょっと待ってくれ。うわあ！集中して。あボンミスだ、ボンミス。おい、あそこに誰かいるぞ。彼の足元に金庫がある。本当だ、ラッキー。わざわざ探す手間が省けたぜ。で、ちょっとアンビ、何する気だ。彼を捕らえて金庫を回収するの。いや、まずは様子を見てから。俺は殺す。やっぱりだ、エーテルに侵食されてやがる。イカがここまで進んでるってことは、おっさん、エーテル適応体質じゃないんだな。殺す、奪っちゃならねえ。まだ抗う意志はあるみたい。無駄だ、エーテル結晶がすでに全身に広まってる。これじゃもう。うわあ！助け！消えろ！ダメだ！うわあ！コアが現れた！まずい！もうすぐ完全にエーテリアス化すんぞ！それでは重視分外の現場に戻ります。強制ホロー災害が発生した直後、近隣のマンションの高層階で爆発が起きました。報告によればこれは治安局によるものです。違法暴力団赤賀組に対する逮捕行動中、治安局および有志の市民たちが
航空隊の武力を借りたとのことです。ですがこの情報が入ってきた時点では関ヶ組の首領は逮捕されておらず、フォローに落ちた疑いがあるようです。これに対し治安局長官はコメントを控えています。現在爆発物処理部隊が現場へ向かっておりますので、市民の皆様は中止分外に近づかないようお願いいたします。続きの報道は。もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が当事者だから。緊急事態よ。ビリーとアンビー、それから私の依頼のターゲットが全部フォローに落ちた。プロ騎士の助けが必要なの。一生のお願い。こんにちは、ニコ。次はちゃんとノックしてから入ってきてくれると助かるな。月に3回は聞くよね、ニコの一生のお願い。好きなだけからかってくれていいから、この危機を乗り越えるために力を貸して。お願い、伝説のプロ騎士パエトーン。今度は何をやらかしたの、ニコ？確認したところ、店の外に不審者はいないみたいだ。安心して、あとはつけられてないし、目もつけられてない。やっとの思いで十四分街から抜け出したのは、私一人よ。それならいいけど。もう分かってるわよ。市政選挙が近いから、最近は特にピリついてるんでしょ？プロ騎士捜査の強化で、ホットラインまでできちゃったし、それに…ニコ、ずいぶん慌ててるみたいだけど、今回はどの債権者に追われてるの？追われてなんかないわ。治安局とテレビエリーの暴れん坊記者にしてやられただけよ。それでビリーとアンビーがホロに落ちたの。二人を助けて、依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。本当に緊急事態なの。私を助けてくれる人なんてあんたたちしかいないのよ。フォロー調査協会に救援を申請したら。私今はまだ協会に目をつけられるわけにはいかないの。フォローレイダーをやったってバレたら大変なことになる。それにあの強欲な連中を満足させるには全財産の大半を投げ打っても足りないわ。うちの従業員を放っておくわけにはいかないでしょ。従業員を放っておくか。ニコならやりかねない気もするけど。ふざけないでよ。私は収益の中から社員事故救援予算として大金を使ってるんだから。とにかく私の依頼は簡単よ。うちの人間と私の依頼人のものをフォローから無事に出してくれればいいの。典型的なプロ騎士の仕事よ。引き受けてくれるでしょ、バエトーン。この依頼が終わったらこれまでのツケをまとめて払うから。ニコ、もう何ヶ月も経つけどずっとツケを返してないよね。利子がどんだけ膨らんでるか分かってる？はいはい、ジャトヤが受けた依頼の報酬からあんたたちにも一部分けてあげるわよ。これでいいでしょ？うん、その方がよっぽど合理的だ。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にフォローの中で待ってるか。ん？何か聞こえたような。気のせいよ。無理をしないで、ニコ。ひとまずここで休んでてくれ。君には仕事の下準備として、後でイアスをフォローの近くまで連れて行ってもらうからね。あんたのボンプ分身ね、任せて。
リンは先にニコの傷の手当てをしてくれないか。ホローへの潜入に向けて僕が代わりに HDD システムを調整しておくよ。じゃあ仕事を始めるか。どう？聞こえるかな、ニコ？イアスを頼んだよ。オーケー。さ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。さて、始めようか。あの上級エーテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足の油圧ロッドが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、プロキシ先生。二人は休んでて、見張りは私がするから。ありがとう、プロキシ先生。うぅ、さっきは危なかったぜ。まさかあの赤画組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトーン、相変わらず頼もしいね。もっと褒めてくれたら値引きしてあげちゃおっかな。本当？アンビ、今のはただの社交辞令だと思うぞ。お金の話といえばニコのことだから、節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさか高額で有名なパエトーンを探してくるなんて。プロキシ先生が駆けつけてくれなかったら私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備ってボンプと感覚を同期できる上にホロー内部ともリアルタイムで通信できるんだろ。治安局やホロー調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。そんな切り札があるならなんで調査協会に加入しねえんだ。もっと贅沢な暮らしができるのによ。俺らみたいなホローレイダーと働いてたらメリットよりリスクの方が高いだろう。エーテリアスの声。早くね、横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、ビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの御前に備えてあげる。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。
一緒に働くたびに二人の漫才が聞けて楽しいよ。だからずっとニコの付け払いを許してくれたもん。いまいち素直に喜べねえな。そんなことよりエーテリアスが寄ってくる前に移動しようぜ。最寄りの出口を見つけたよ。右側のルートを行こう。店長、ガイドは任せたぜ。前方のエリアを測定する。しばらく待ってて。よかった、危険なエーテリアスはいなさそうだ。このまま出口まで進もうか。ホローの観測データだ。大いに越したことはないね。店長、道案内は頼んだぜ。アンビ交代だ。このならまだあるぜ。いや、じっとしてろよ。こうやって。敵は他にもいるよ。気を引き締めて。この振動は。プロキシ先生、エーテリアスが追ってきたわ。どうする？戦うか？大丈夫、僕についてきて。軌道の敷設装置を利用すれば、これで軌道に沿って効率よく進める。セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによると、ドアの開放条件はギアコインの投入額です。その条件を飲んだとしても、スターライトナイトはどうだかな。
そんでもってスターライトナイトが首を縦に振ってもニコの親分が黙っちゃいねえぜ。くらえスターライトグローリー。エージェントビリーが銃を取り出しドアルックに銃傷を叩きつけています。ドアの開放を検知しました。またエージェントビリーの腕部外骨格が部分的に損傷しました。えっ、てーまー、クソトラよ。店長、次はどの方向に行けばいいんだ？全速力で直進。了解、全速力で直進。待ってよ、直進だと？けどよ、この先は壁だぜ。破れってか、壁をぶち破れってことなのか。今の火力じゃさすがにきついと思うが。心配しないで、リンの言う通りにすれば大丈夫だから。この声は、おお、もう一人のパエトーンだ。遅いよお兄ちゃん、やっとログインしたんだね。悪かったよ、さっきまでホローの出口の安定性を検証していたんだ。ビリー、アンビー、聞こえているかい？とにかくリンの言った進路については間違っていない。知っての通り、ホローの中は秩序のない混沌、つまり生への道が死に見えたり、死への道が地獄につながってたりする。アンビー、貴重な常識をシェアしてくれてありがとうな。それとホローを出てからの脱出経路も手配してある。僕たちを信じて、リンもそろそろ感覚動機を解除してもいいよ。それじゃあ切るよ、またね。静かになった、普通のポンプに戻ってる。なんで肝心な時に憑依を解くんだよ。直進する、衝撃に備えた体勢を。ぶつかるぶつかるぶつかる。エーテルの圧迫感が消えた。やっと出てこれたんだな俺たち。よっしゃー。時間も場所も全部パエトーンの予想通りね。ほら二人とも乗って。ニコの親分、
来たわね、ナイスタイミング。ニコ、戻ってくるのが早すぎない？まさかまた信号を無視したんじゃないよね？そんなことないわよ。普通の青信号とR値255の青を通過しただけだから。ま、それから来る途中に確認したけど尾行はされてなかったわよ。アンビ、R値255の青ってなんだ？あなたのジャケットと同じ色。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだ。そろそろツケを払ってもらえないか？待って、まだ終わってないでしょ。私の依頼は人と物どちらもホローから出すこと。ほら、半分しか終わってないじゃん。物のことなんてなんかあったっけ？お兄ちゃん覚えてる？ちょっと、お店の評判を落とすようなこと言ってるって自覚ある？とにかく私たちの金庫を取り戻すまで依頼は完了じゃないんだから。撤退前に目撃した状況だと、対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内にある。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。関賀組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル物質に侵食されて高危険度のエーテリアスになっちまった。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ尋常じゃないくらい強くてさ、撤退するのがやっとで回収まで手が回らなかった。てか親分、あの中には一体何が入ってんだ？ここまで体を張る価値があんのかよ。ふっふん、早速答え合わせをしましょう。これを見て。これちょっと変わったペンダントに見えるけど、本当はメモリディスクだよね？ええ、これは小型のメモリディスク、シルバーヘッドの所有物よ。十四分街から抜け出す前に私がビルの中で拾ったの。事前に調査したところによると、あのクソ親父、これを肌身離さず持ってたらしいわ。きっと重要な何かが隠されてるはずよ。金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。でも少し破損してるみたい。本当だ、焦げちまってるぞ。ねね、パエトン、なんか方法はないの？あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない？ HDD のスペックはほぼホローデータの処理に割いているけど、内部のデータを取り出すくらいでいいなら。リン、僕がインターノットの演算パワーを拝借して復元してみるよ。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事をしててもいいわよ。あ、メモリディスクからデータを抽出するのも忘れずにね。じゃあまたな、店長。ではまた。
いらっしゃい。あ、凛ちゃんいいとこに。うちの社長がね、君の助けを必要としてるんだ。今までも何回か手伝ってるし、全然 OK だよ。遠慮なく言って。言った通りに伝えろって言われたからそうするね。ゴホン。とっておきのおもちゃが手に入る新しい仕入れルートを開拓したのだ。君が手伝ってくれればすぐにでも店に並べられる。迫真のおじさんボイスだね。待って、まだ続きがあるんだから。ゴホンゴホン。新しい仕入れルートの入り口が塞がって、わしの派遣した助っ人も音沙汰がないと来た。解決に手を貸してくれ。詳細は後で送るぞ。以上、社長が言った通りにちゃんと伝えたから。なるほど、裏でやってる温度器ビジネスのことだね。新商品がフォローに巻き込まれちゃったってとこかな。確かに私の出番だね。スージーにはよくわからないけど、温度器って確か君たちが集めてるおもちゃのことだよね。社長がね、急なお願いだから、いつもの報酬プラスサンプルを一つあげたいんだって。気に入ってもらえると嬉しいって言ってたよ。待って待って、この質感、社長さんの仕入れたとっておきってまさか。第4世代型シンクロトランスミッションを搭載した最新の温度器ね。これが発する超音波は各種エーテル武装の波長と効果的に共鳴する。公式データによると、武装の基本スペックが平均で 44.21% 向上。このモデルを装備した戦闘員は少なくとも生存率が 30% 以上向上するそうよ。アンビ、なんでここにいるの？しー、スージーの前でそれは言っちゃダメ。ここでバイトしてるけど、温度器が戦闘用だって知らないんだから。え、超音波？武装のスペックって？それマニアの間でよく使う専門用語なの。あるあるでしょ、レア度を戦闘力とかで言い換える風潮。へえ、確かにお店の前で温度器の強さ議論をしてるお客さんたまに見かけるかも。あれってそういうことだったんだね。あ、ちょっと待って、君たち宛に社長からメッセージが来たよ。どうやら相当な2と見た。おもちゃも君たちのような人間に使われてこそ本望。仕入れがうまくいったら買いに来るといい。特別に改造サービスもしてやろう。わあ、社長が直々に改造してくれるって、これすごいことなんだから。気持ちは嬉しいけど、私は結構よ。買いたいのは山々だけど、ジャトヤ全員の口座残高を足しても最新モデルには手が届かないから。じゃあこれは貸しね。社長さんが一つくれるらしいんだ。私が持ってても意味ないからアンビーがもらって。本当にいいの？それがあれば上級エーテルゲーマーとの対戦もはかどるわ。おお、他の温度器ゲーマーとバトルに行くんだね。うちの社長に任せて。対戦相手も一目見たら忘れられない仕上がりになるよ。ちょっと待っててね。お待たせ、サンプルの改造が終わったよ。このフォルムとても気に入ったわ。うんうん、気に入ってくれてよかった。思う存分使いこなしてくれたら嬉しいな。ありがとうプロキス先生。それと社長さん、大事にするわ。
依頼目標、温度貨物が紛失した地点はこの付近です。外観の一致するターゲットは発見できませんでした。とりあえずこの辺りを探してみよう。新しく有効なルートをマークした。さあ行こう。リン、あれじゃないかな。探し物が手に入ったらここから出よう。線路の分岐スイッチ。押しっぱなしにする必要がありそうだね。何か重しになりそうなものは。これは廃棄された建材かな。うん、これで分岐スイッチを押しっぱなしにできる。これを押していこう。端まで押し切ってしまわないようにね。探知の結果、コンテナの外観はターゲットと一致しています。任務を達成しました。よし、探し物は手に入った。そろそろ帰るとしようか。新しく有効なルートをマークした。さあ、行こう。危険目標を検知、閉じた状態の時攻撃することを推奨。コアが発光した際は直ちに離れてください。
よし、繋がったね。もしもし、僕の声が聞こえる？じゃあ、仕事を始めるか。俺のターンだ。危険目標、バールバウティを保持、驚異的なパワーを持ち、ワンブで攻撃を防御します。そして、連続攻撃を得意とします。調整すべきか。ね、金庫の位置はもう把握したわ。それでこの前頼んでたやつはどうなったの？メモリディスクのこと？
それならもう修復できてる。しかも君の予想通り、中には金庫の暗証番号が保存されてたよ。さあみんな、プロ騎士のおかげで準備は整った。そろそろ次の計画に移るわよ。アンビー、計画を説明してちょうだい。了解。諸君、こちらにある新エリートの地図を見てくれたまえ。我々の行動計画はクリティホローに入り、上級エーテリアスデュラハンを倒して金庫を手に入れることである。それでおしまい？そうよ。それが何か？じゃあ新エリートの地図を用意した意味は？ニコは協力者に舐められないようプロらしく振る舞おうと言ってた。さもないと後々値切りが面倒に。また余計なこと言って。ビリー、なんでちゃんと見張ってないのよ。俺のせいじゃねえって。アンビーが準備したプロのミーティングがこんなんだとは思わなかったんだよ。あ、だから集合前に探偵映画のミーティングシーンを見てたのか。あの、全部聞こえてるんですけど。こほん。とにかくアンビーが説明したように計画は至ってシンプルよ。金庫を探して取り戻す。外からじゃホロー内の状況をリアルタイムで確認することはできないから、中での支援とガイドは任せたわ。よし、ホローに入れたわね。早速私の金庫を探すわよ。そういや、ニコの親分、一体どっから金庫の位置情報を入手したんだ？それは企業秘密よ。そう簡単に話すわけにはいかないわ。でもまあ、今ここに部外者はいないわけだし、ちょっとだけなら教えてあげてもいいわよ。ニコ、本当は元から自慢するつもりだったでしょう。分かってても口にしちゃダメ。こういう時のニコは意外と繊細だから。ちょっと余計なこと言わないでってば。こほん、言ってしまえば単純よ。調査協会にツテがあるの。実は彼ら、ここ最近のホロー定期観測任務とエーテル資源採掘任務の記録係を任されてたのよね。そこで私は奴らに決して断れない申し出をして、ホロー内で起こった直近2回の異変に関するデータを照合してもらったの。相違のあるポイントを羅列すれば、おおよその位置が特定できるでしょ。さすがにこの親分。そこで私は奴らに決して断れない申し出をして、ホロー内で起こった直近2回の異変に関するデータを照合してもらったの。相違のあるポイントを羅列すれば、おおよその位置が特定できるでしょ。さすがにこの親分。待った、今同じこと言った？プロキシー、突っ立ってないで、そろそろ出発するわよ。大まかな位置は把握してるけど、どうやってたどり着くかはあんた頼みなんだからね。あの上級エーテリアスの信号は近い。まずあそこを目指そう。位置情報の特定が楽になるはず。通り道に敵がたむろしているな。みんな気をつけて。
金庫の信号が近づいてきてる。視覚センサーの解像度も若干下がっちまってるぜ。つまり私たち目的地に着いたのね。そうよね、プロキシん。ああ、うんうんうん、ニコの言う通りだよ。パエトン、さては聞いてなかったわね。フォローに入った時からぼーっとしてるけど、お得意先に向かってよくそんな態度が取れるわね。お得意先に向かってよくそんな態度が取れるわね。お兄ちゃん聞こえる？ HDD の接続が不安定になってるの。どれどれ、おかしいな。確かに HDD のログがエラーを吐いている。ちょっと待って、リアルタイムで調整してみる。店長、このまま進むのか。みんな、フォローの活性が HDD の信号に支障をきたしているみたいだ。はぐれないようにしっかりついてきて。待ってくれ、ターゲットの位置が変わっている。まあ、ずっと一箇所にいるわけないしね。変だな、これはシステムエラー。もしかして原因はモニターか。待ってくれ、 HDD デバイスを調整してみる。予備のモニターにつないでみよう。モニターのサイズが。これで我慢してくれ。ニコ、そちらの状況は？もしもし、ニコ、アンビ、待てよ。なぜみんなの信号が消えている？あれ、戻ってきたのかい？そうじゃなくて追い出されたの。 HDD がフォロー内部とつながらない。すぐ緊急調整だ。うん、あーダメ、一通りやったけどやっぱつながらないや。おかしい、本来なら HDD の技術はフォローの活性に左右されないのに。一番の気がかりはニコたちだ。 HDD 以外にフォロー内部との通信手段は。プロキシもキャロットもないし、いくらエーテル適応体質でも長くいたら侵食が。残る手段はただ一つ、再起動。ほらよく言うじゃん、電源を落とせばどんな不具合だって。強制終了したはずなのに、どうして画面がついているんだリン。もしかすると原因は外から。永遠に気づかないと思っていたぞ。あえとなんだ、伝説のプロ棋士といっても所詮その程度か。パエトン、見ての通りこのシステムはすでに私が掌握した。何のつもり？何のつもりかだと。私の要求は至って簡単。金庫の暗証番号をこっちによこすんだ。
に HDD を奪われるわけにはいかない。なんとかしてシステムの操作権限を取り戻さなきゃ。おい、こっそりあれば見つからないとでも思ったか。悪あがきはよせ。こちらの堪忍袋の方が切れる前に金庫の暗証番号をよこすんだ。そう言われてもこっちは何も知らないんだから渡しようがないだろう。やれやれ0点の回答だな。往生際が悪いとはこのことだ。ならば事の重大さを再認識させてやろう。今私の支配下にあるこの設備は貴様らにとって非常に大事なものらしいな。待って、何をするつもり？嘘をついた罰だ。まずいな、アルファデータステーションが危ない。これで分かったか。私がその気になれば貴様らが誇るものなど一瞬にして無意味な1と0に分解される。今回処分するのは一部だけにしておこう。覚えておくことだ。その運命は今や私の手の内にあるのだと。貴様らの顧客は敵に回してはいけない存在を敵に回し、手を出してはいけないもの、あの金庫に手を出した。貴様らがシルバーヘッドのメモリディスクからすでに金庫の暗証番号を入手したことも知っている。よく考えてから答えた方がいい。こいつ。ああ、それと貴様らの気の毒な顧客は未だにホローの中をさまよっているようだな。偶然にも先ほどいいものが取れたんだ。これを見ればどうすべきかわかるだろう。パエトン転送したぞ。映像の保存と読み取り機能は残してやった。他の媒体で再生しろ。今すぐにだ。他の媒体だって。けど今他に映像を再生できる設備なんて。そうだ、テレビがあった。よし、映像をビデオテープにダビングしてくるよ。邪魔しないで。後ろにも敵だ。側面からも。ねえ、本当にこの道で大丈夫なの？店長、どうしたんだ？ずっと黙って歩くばっかで。戦闘を回避するつもりもなさそうだけどよ。プロキシ？怒ってる。ニコが着手金を支払うときに値切ったりしたから。あ、そうなのか。そんなわけないでしょ。おかしい、ホローに入ったときから全然ガイドしてるようには見えない。まさか外でトラブルでもあった？ねえ、何かあったの？ちょっと、そっち行かないで。もう、奴らを食い止めて、プロキシを守るのよ。プロキシ、プロキシ、ちょっと、一体何が起きてるの？ああ、もう、今日は本当についてないわね。
エーテリアスの群れはまだそこにいる。家賃を取り立てに来る大家さんみてえだな。時間だ。これで4回フォロー内安全活動推奨時間が過ぎたぞ。プロ騎士、早く正気に戻らないと永遠に借金を回収できなくなるわよ。隠れて。なんだ、また化け物が来たのか。エーテリアスじゃない、フォロー調査チームよ。この前にいる。なんだよ、調査員か。待て、調査員。助かったぜ、ニコの親分。調査協会の連中ならキャロットを持ってるはずだ。助けを求めれば奴らと一緒にフォローから出られるぞ。何バカなこと言ってんの。あれって治安局の仲間でしょ。私たちはフォローレイダーなのよ。あいつらについてここから出られても最後は逮捕されちゃうわ。俺たちだけじゃそうかもしれねえが、こいつも一緒なら。覚えてるか、治安局の政策でプロ騎士を突き出せば手柄として減刑してもらえるって。今の状況を考えるとビリーの提案は実現できる可能性が高い。プロ騎士先生の身柄と私たちの安全を引き換えにするか、引き続きここをさまよいながらボンプが治るのを待つか。ニコの親分、無理強いはしないぜ。どんな選択だろうと俺たちはあんたに従う。ニコの親分、うるさいわね。ここは長くとどまっていい場所じゃない。行きましょう。と言わざるを得ないね。プロ騎士とフォローレイダー、調査協会の目の前でフォローの利益を盗む狼とキツネ、利益をめぐり互いを傷つけ合う協力関係をたくさん見てきたが、あの者たちはパエトーンの存在を隠すために生き延びるチャンスを捨てたようだ。ご立派なことだ。残念ながらかばわれた方はその恩に報いるつもりはないようだが、分かった、あんたの勝ちだよ。暗証番号を教えてあげる。え、待ってくれ、何を。でも暗証番号が欲しかったらまずシステムの権限を返してもらわなきゃ。懲りずに条件を出してくるとはまだ学習していないようだな。慌てなくていい。復元するためにインターノットの演算パワーを借りたから、そこに暗証番号のバックアップが残ってるはずだ。システムの操作権限をこっちに返してくれたらすぐに暗証番号を。そんなことをするはずがないだろう。プロ騎士といい、ホローレイダーといい、狡猾な連中ばかりだ。隙あらば捜査権限を取り戻そうと企む。バエトーンと来ればなおさらな。待てよ。今、インターノットにバックアップが残ってると言ったな。インターノットのアカウントを私に渡せ。自分でバックアップを取得してくれ。なぜ黙る。ああ、そうか。インターノットはプロ騎士事業の土台だったな。アカウントを奪われることは、パエトーンとして存在した全ての痕跡を抹消されるも当然。だが、フォローにいる者たちを救いたければ、早く決断した方がいい。長くフォローの中に留まれば、化け物になってしまうからな。インターノットのアカウントをお前に渡した後は、お前にシステムを壊されたら誰が彼女たちを助けるんだ。
私が救い出すと約束する。これで満足か？もっとも今は私を信じるより他ないと思うが。分かった、インターネットのアカウントを渡す。その代わり約束を破ったら絶対に許さない。ソース認証ページまで転送するとは。いいぞ、完全に諦めたようだな。一つ聞かせて。貴様らのその協力的な態度には私も気分が良くなった。言ってみろ。あの金庫には一体何が入ってるの？貴様らのようなものには触れる資格さえ永遠に得られないようなものだ。だがまあ少しくらいヒントをくれてやろう。知っての通り、フォローは常に変化し続けている。そこから脱出するためのキャロットは膨大なフォローデータをもとに算出されている。しかしフォロー観測設備による誤差の積層はデータの有効性を失わせる。それを防ぐためには数日ごとにフォローのマスターデータを用いた修正が必要だ。都市の統治者がただ一つ有するロゼッタデータでな。金庫の中に入っているのはもう一つのロゼッタデータと言っても差し支えないだろう。とにかくそれがあれば本当の意味でフォローを自由に出入りできる。もう一つのロゼッタデータ、上の連中がデリケートに扱うわけだね。ともすると新エリートを根底から揺るがすかもしれない。だがもう貴様らとは関係ないものだ。さてサービスの時間は終わりだ。答えろ、電子暗証番号はどこにある？プロキシの身分証明はアクティベーションした。ああ、そういえば最後にもう一つ聞きたいことがあるんだ。おいおいおい、何か勘違いをしているようだな。私は貴様らの友達になったわけではない。調子に乗るなよ。僕たちが聞きたいのは、君のハッキング技術がそれほど優れているとしたら、どうして直接僕たちのシステムからデータを盗まないんだってことさ。暗証番号のバックアップがインターネットに残っていると聞いて、なぜインターネットをハッキングして奪おうとしなかった？何が言いたい？警告しておくが、人を助けてやるという約束を破らせるな。思い返してみれば、君は僕たちのシステムを制御する以外ハッカーらしい手段を取らなかった。それどころかむしろ誘拐犯みたいにニコたちの安全を脅し文句に使ってる。言っとくけど、あんたはすでに一つ致命的なミスを犯してる。黙れ、アドレスを教えろ。そう興奮するなよ、謎のハッカーさん。今手伝ってるんだから耳を澄ましてみろよ。サイレンの音が聞こえるだろ。何をした？新エリートの善良な市民としての義務を果たしたまでさ。市政選挙が近いからね。当局がプロキシやホローレイダーみたいな危険人物を通報するように呼びかけてるんだ。わざわざホットラインまで設立してね。答えろ、一体何をした？正確にはその専用ホットラインで治安局に確かな情報を提供したんだ。インターネットのとあるアカウントについてね。そうか、そうだったのか。最初からそのつもりで私を欺くためにパエトーンの身分まで捨てたのか？ううん、外れ。パエトーンの身分じゃなくてアカウントを捨てただけ。今に見てろ、後悔させてやる。やったね、大成功。これで HDD の権限を取り返した。お兄ちゃん、お疲れ様。うん、君もね。さっきの迫真の演技だったよね。びっくりしたよ、暗証番号を教えるだなんて。
反応できたからいいものの。大丈夫、信じてたよ、バエトーン。よし、再接続、ニコたちを助けに行こっか。よかった、システムの操作権限を取り戻せたけど、イアスに再接続する方法を考えないと。手動で再接続しよう、ニコたちが待っている。これでローカルデータの信号をキャッチできる。外部接続が解放された。完了だ。 HDD システムと再接続できたね。よかった、ニコたちの信号が戻ったよ。早く行こう。ぐー、ゴローに侵食されて化け物になった。おいアンビ、手噛むのはやめろ。つうか歯は大丈夫なのかよ。ごめんなさい、ニコを笑わせようと思って。私はこういうことには向いてないと再確認した。でも確かに随分長くホローの中にいるよな俺たち。エーテル適応体質だって言っても化け物になるスピードが遅いだけで。はぁ、私らしくないことをしたわ。金銭至上主義のジャトヤ、自分のこと以外はどうでもいいのが私の心情だっていうのに。ニコって意外といい人かも。いい人ね。こんな四文字のためにフォローで命を懸けるなんて、私って本当は。ニコ、もうちょっと嬉しそうにしてくれてもいいのに。プロキシ、本当にあんたたちなの？お待たせ。実はさっきからいたんだけどね。アンビーとビリーが騒いでたのに、ニコは干渉に浸ってて気づかなかったみたいだね。ってことは全部聞かれて。ニコの素顔を見れて嬉しいよ。あんなの素顔じゃないっての。無駄話はいいから、金庫奪還作戦続行するわよ。金庫の信号はここだね。よし、依頼続行よ。敵に気をつけてね。調子はどう？
万全ではないけど作戦には支障をきたさない。さすがプロ。ホダパン。なるほど。連絡が途絶えたのは園長の設備が謎のハッカーに乗っ取られたのが原因だったんだな。ニコが依頼料をケチったことを怒ってたわけじゃないんだ。そんな血も涙もないプロ騎士じゃないよ。やっぱり私の目に狂いはなかったわね。それでプロ騎士の話を聞く限り一番怪しいのはパスワードが保存されてたメモリディスクよね。そのハッカーはそれを返してあんたを見つけたのかしら。 HDD の脆弱性診断を行ったけど確かにその可能性が一番大きい。それじゃあ赤画組の連中も誰かに依頼されて金庫を奪ったってことになるわね。俺たちと一緒だな。プロ騎士先生の介入がなかったら私たちが正体不明の黒幕と対峙することになっていたはず。やっぱ店長は頼りになるぜ。まるでスターライトナイトの相棒犬メテオマットみてえだな。ねえビリー、今私のことをワンちゃんって言った？違うって店長、そういう意味じゃ。ふぅ、あの時は多額の報酬に目がくらんだけど結局今回もろくな仕事じゃなかったわね。もう二度と情報屋の口車には乗らないんだから。帰ったらさっさとこの火の粉を振り払って仲介業者に2倍の追加報酬を要求してやる。ニコ、フォローでの捜索を急ぐ必要がある。私たちの滞在時間がエーテル適応体質の限界に迫ってる。侵食の影響で戦闘力が下がったりしたら金庫の捜索中に起こりうるアクシデントに対応できなくなると思う。アクシデント？侵食で生かしちまった赤画組のおっさん、つまりあの上級エーテリアスのことか。そう、おそらくデュラハンは今もフォローの中で私たちを探している。アンビーの言う通りよ。あの化け物より先に金庫を回収しなくちゃ。急いでターゲットを追うわよ。プロキシ、引き続きガイドをお願い。前方にフォローの叫びを検出。まもなく仮想エリアに転送されると推測。墜落にご注意ください。フォローの裂け目はフォロー内部の空間乱脈現象によるものです。フォローでは常に新しいエリアが際限なく生成されており、ひとたび油断すれば道を見失います。データの特徴を解析した結果、前方の裂け目は下方向に生成されたエリアに通じているようです。裂け目に足を踏み入れると墜落します。あらかじめ準備を整えてください。これから不快な思いをするかもしれないよ。大丈夫、私たちは熟練のホローレイダーだから。何回やっても慣れねえんだこれが。不要な場合裂け目は回避するようにしているけど、今回は必要な場合なんだ。お、ってことは金庫はここにあんのか？落ち着いて、
周囲をよく観察してみてくれ。慎重に進むルートを決めないと。あんたのがプロなんだから言う通りにするわ。見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。ああもう何度も何度も。もう容赦しないんだから。エーテリアスが凶暴化したよ。気をつけて。知っとこっちゃないわ。私のものを返しなさい。おっと、ニコの親分が凶暴化したぜ。このならまだあるぜ。うい、うおおお。喜ぶのはまだ早いよ。ニコ、落ち着いて聞いてね。全部あの悪玉ハッカーのせいだよ。私がホロを脱出するために用意したデータを削除したの。ここから出られない。あんなに苦労してやっと元に戻ったと思ったら、まさかこれで終わりだなんて。くそ、モニカ様とデートしたこともねえってのに悔しいぜ。けど、なかなか悪くない人生だった。落ち着いて、他の手がないか考えてみる。あ、でもそんな悲観的になる必要はないよ。とっておきの切り札があるんだ。ニコの同意が必要なんだけどね。同意する。受け入れるの早くない？悪玉ハッカーが言ってたの。金庫にはあのロゼッタデータ並みに価値のあるものが入ってるって。それがあればホロを自由に出入りできるみたい。もしその話が本当なら、それを使ってホロから脱出できるはずだよ。ニコがこれを開けることに同意してくれれば。同意する？さっきから言ってるじゃん。え、そんなあっさり？依頼人の方はどうするの？生きるか死ぬかの瀬戸際なのよ。第一、私がここから出られなかったら誰が金庫を渡すっていうの？開けちゃっていいわ。暗証番号は知ってるのよね？うん。でも正直私も何が保存されてるのかわからないんだ。強制的にデータを読み取った結果、何が起きるかは。待って、質問があるんだけど。あなたの本体はホローの外でしょ。そのまま立ち去ることもできたのに、
どうして危険を冒してまで私たちを助けに来たの？他に何か企みでも？アンビ、変な質問だね。私はあんたたちのプロ騎士だよ。連れて行くって約束したんだから絶対に連れ出してみせる。あと、あんまり考えたくないけど、もし私が失敗したら HDD システムがインターネットで救援依頼を出してくれることになってる。その時は安心して。ここを脱出できたら何があっても店まで助けに行くから。そんなこと言っても依頼料はチャラにならないからね。目を覚ましてくれ。利用規約および条件、他人への受験を禁止、異常または他のいかなる形での譲渡も禁止。店長、やったぞ。俺たち出てきたんだ。あなた様はご自分と該当存在の共同利益を保護するために必要に際して十分な受験を行うことに同意する。ポンプが痙攣してる。店に戻って本体を確認した方がいい。うるさいな。何の音？蒸気の利用規約に同意しますか？苦しい。頭の中で情報が渦巻いてる。蒸気の利用規約に同意しますか？もうやめて。痛いの。目が、体中が。同意すればいいんでしょ？これ以上苦しめないで。受験規約へのサイン完了。これよりあなた様のサポートを開始いたします。共に新エリートを。これは驚いた。鍵のうち一本がどうやらすでに有効化されたようだ。本当？どの鍵？ゴースト？ジュニ？それとも妖怪？そのどれでもない。フェアリー。あらあら、それは面白くなりそうね。やっと目を覚ました。もう大丈夫だ。君は今うちの中にいる。あのデータチップは？ニコたちは？それと私は一体どうやって帰ってきたの？落ち着いて。回復したばかりなんだ。あまり興奮しない方がいい。ちゃんと状況を説明するから、まずはデータチップを読み取った後、君の身に何が起きたのか教えてくれる？なんだか夢みたいな話に聞こえるけど、とにかく事の経緯は概ね把握できた。次は僕が話す番だ。リンがデータチップを読み取った後、僕たちのポンプが暴走したんだ。それから何らかのオーバーロード状態に入ったらしくて、
ライブハウス404のミラーボールみたいにピカピカ光り始めてさ、脱出計画は失敗したと思ってたんだけど、ボンプが急にまた動き出してニコたちを出口まで誘導してくれたんだ。君はその途中で気を失って痙攣しながらずっと上事を言ってたんだよ。お兄ちゃん、こっそり録画してくれてないよね。やれやれ、そこじゃないだろ。ま、君がこんなに元気だと分かっていれば録画していたさ。さて、冗談はこのくらいにして、とにかくそうして僕が慌てていたところにニコたちが知り合いの闇医者を連れてきてくれて、なんとか君を HDD から引っ張り出したんだ。今ニコたちがこの件を調査しに行ってる。いい知らせは借金を返済するっていう約束を守ってもらえたことかな。ほとんどは医療費とボンプの修理代に消えたけど、けど本当の悪い知らせはこれじゃない。心の準備ができたらパソコンを見てみるといい。驚かないでよ。フェアリー、いるかい？呼んできた。お兄ちゃん、これ。続いてのニュースです。なんだ？システムを起動。3型操縦式修正汎用人工知能、フェアリーです。こんにちは、マスター。これが悪い知らせさ。君が気絶した後 HDD が再起動したんだ。そして彼女が現れた。お兄ちゃん、私この声聞いたことある。私が気を失ってる間、頭の中に語りかけてきた人だよ。皇帝、私は3型操縦式修正汎用人工知能、フェアリーとお呼びください。マスターがサインした利用規約にのっとり、あらゆる面でマスターをサポートし、あなた様がご自分の作業を完了できるよう協力いたします。その時が来るまで。待ってくれ、規約ってなんだ？それにその時って。利用規約にのっとり、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は適切な時期に適切な場所でお知らせいたします。リアルの女の子のこともよくわからないのに、バーチャルって。ここは可愛い妹に任せるか。うん、私に任せてよ。マスターのデータが第三者によって削除および伝送された直近の形跡を検知いたしました。これによりマスターの違法フォロー事務調査員、通称プロ騎士としての個人事業が損害を受けております。私はこの損害を補填し、マスターのプロ騎士事業を再建することができます。待って、削除したデータを復元できるってこと？否定。削除命令は撤回できません。しかしデータベースを再構築することができます。私は全都市 80% 以上の知能設備に対し無制限のアクセス権限を有しています。私の協力があれば累積式でフォローデータを獲得する必要がなくなり、毎回リアルタイムでフォロー脱出ルートを分析することが可能になります。そんなのできるわけないだろう。否定。これは私のコア機能です。証明のためにフォロー調査活動を補佐いたします。すでにフォロー調査事務の個人情報統合センター、通称インターネットの匿名フォーラムより、マスターの現状にふさわしい依頼を選別しました。どうぞスケジュールやご希望に合わせて実行時間をお選びください。これからよろしくお願いいたします、マスター。